ラードさんの海戦は、フランス革命戦争中の1798年4月21日に、ブレスト封鎖中のイギリス海軍の戦列艦と、フランス海軍との間で行われた海戦である。4月12日に、セントヘレンズから、初代ブリッドポート男爵、アレグザンダーフットの封鎖艦隊が到着。21日の朝、色ワーず海を横断時に、 東方向に配置された複数の艦を見つけ、追跡のブリッドポート橋の追いにあたるアレグザンダーフット艦長の74門の戦列艦、マーズが率いる3隻の艦を派遣した。艦に接近したイギリス艦は3隻目の艦が南東を岸すれすれにブレストへ北上するのを発見した。この艦は74門のエルキュールで、レディティエはロリアンで新しく、 任務に就くのに加え、フランス主力艦隊に合流するためブレストに向かっており、イギリスの船隊はこの新たな標的の阻止のために方向転換した。圧倒的な数の差に、レリティエは狭いラドサンを通り抜けて逃げようとした。しかし潮の流れが逆流になっていたため、ラドサンの入り口に闘病して、イギリスの攻撃を待った。21時15分、マーズがエルキュールに追いつき、 エルキュールは猛烈な放火を浴び、そしてエルキュールの友側に大きく衝突した。1時間以上、両者は直接放火を浴びせたが、その距離が接近していたため、大砲は方針を伸ばせず、艦の奥から発砲せざるを得なかった。損害、死傷者は双方かなりのもので、交戦の最中に、ふとも致命傷を負った。最終的に、 エルキュールはマーズに乗り込む計画が失敗し、降伏を余儀なくされた。両艦とも艦隊が砲火で焼け、フランス側の死傷者は290人、イギリス側は90人だった。戦闘直後にエルキュールはイギリスへ運ばれた後に修理され、1810年までイギリス海軍で収益した。レリティエと亡くなったフットとは戦闘中の指揮をイギリスで高く称賛された。 ほぼ同じ強さの艦一隻ずつだけで外部からの干渉を受けず戦った海戦はこの時代では非常に稀な例であると指摘される。ブルターニュ半島の地図。一番左にブレスト、その右下にロリアンが見える。フランス革命戦争の間、イギリス海軍はヨーロッパ大陸の敵国のうち自国に最も隣接したフランスのビスケー湾沿岸のブルターニュ沿岸で、 フランス海軍の主力艦隊であるブレスト艦隊に対して優位に立っていた。イギリスはこの艦隊を封じ込めるため、海上封鎖戦術を使い、ブレスト沖に艦隊を待機させて、いくら天候が良くなっても封鎖を破って大西洋に出ることができないようにしたのである。この封鎖はフランスの通称と海上通信をも制限した。主力艦隊に、 補給や増員を行う商船や単独行動の軍艦を攻撃したからだった。この封鎖により海岸近くであってさえも海上交通はかなり危険を伴うものとなっていった。1795年6月、グロワ島の海戦でフランス主力艦隊はロリアン港の侵入路で封鎖艦隊から敗北を喫し、1797年1月13日の海戦では 74門の戦列艦、ドロアドロムが他の艦から離れて航行していて、封鎖艦隊の2隻のフリゲート艦に追われて座礁し、ブレストへの侵入路で破壊された。1798年4月12日、ブリットポート指揮下のイギリスの封鎖艦隊は、冬の停泊地のワイト島セントヘレンズから、ブルターニュエンガニへと航行していた。ブリットポートは、 ブレスト艦 CG のために10隻の戦列艦を招集したが、この艦隊が保遣した艦は1月25日からこの海域を航行しており、ブリットポートは通知を出して28隻の戦列艦の支援要請を行った。この戦争の初期でフランス艦隊は一連の敗北を味わってきた。グロワでの敗戦に加え、1795年の 栄光の6月1日では7隻の艦を失い、同じ1795年の軍事作戦である大いなる冬の巡航と、翌年のアイルランド遠征ではそれ以上の艦が難破した。こういった敗北の埋め合わせのためにも、フランス海軍は多くの艦隊基地で新艦を建造し、1798年4月にロリアンで1隻の艦が襲撃した。 この艦が1876歳か10量トンの74門艦、エルキュールで1797年7月に浸水式が行われ、熟練のレイ・レリティエ艦長や栄光の6月1日の軍人たちに指揮されて680人の乗員を乗せていた。これは定員に20人満たない数字だった。ジュスタン・ボナバンテゥール・モラールドがで4月20日、レリティエは エルキュールの諸女公開をするように命じられ、ブレストのジュスタンボ・ナバンテュール・モラールド・ガレチュ条指揮下の主力艦隊に合流すべく、海岸に沿って北西に短い公開をして、ブレストで上院を増員し、定員いっぱいにする予定だった。艦上には、戦列艦用の偽装を含めた余剰物資があった、この月の初めに、ロリアンで火災にあった、キャトルズ・ジュイユのものだった。 エルキュールの乗員は海に不慣れで、艦長のレディティエ自身は、交戦をしようという意思がなく、最初の日は1日中海岸線に張り付いていた。エルキュールがオーディルヌワンのボアンパンマールとラミサキの間を横切った時、その時北西にほかげが見えた。そのほかげは、ブリットポートの艦隊のうち3隻の軍艦のものだった。4月21日の11時、 イギリス艦隊は、イロニーズ海を後悔していて、東方向12海里のところに2隻の艦が見えた。フットは艦隊の中で最も東にいた3隻を派遣して、その2隻を調べるように命じた。この3隻はフットが指揮する74門戦列艦のマーズとヘンリー・インマン艦長のラミリーズ、そしてチャールズ・スターリング艦長の38門、フリゲート・ジェイソンだった。 見知らぬ艦を追うイギリスの大型戦列艦に強風が味方した。この艦はフランスのものだと分かり、14時までには追いついたが、その時南東約15回りのところに3隻目が見えた。この艦は岸に接近して航海していた。この3隻目は午前中に発見されたものよりもはるかに大きく、フットの指揮下の3隻はそれまでの2隻のフランス艦の追跡をやめて、 こちらの方を追うことにした。この艦はエルキュールだった。17時45分にはエルキュールは背後に広がったイギリス戦隊から大慌てで逃げ出した。それ以外のフットの艦隊は遥か西にいた。ジェイソンはマーズより早くマーズ端行きにジェイソンの影になったがラミリーズの艦長インマンは前方のトップマストを失って落語した。経験豊富な士官であり、 ブリットポートのおいでもあるフットは、艦を前に進めてジェイソンとエルキュールを追い上げた。レリティエは、解放水域ではイギリス艦に捕まって圧倒されることに気づいており、それよりも狭くて危険な水路であるラドサンを探して、逃げることにした。この水路は、サンシマトラミサキの間にあって、岩が多かった。アイルランド遠征の際には、フランスの戦列艦、セドゥイさんが、 680人の乗員を乗せたまま、難破していた。エルキュールが、英仏海峡に近づいたため、フットは、マーズを、右舷方向へ、下手回しで操打させ、ジェイソンに追いついて、フランス艦を圧倒した。20時30分、レリティエは、ラドさんをうまく航海するには、潮の流れが、エルキュールには強すぎることに気づき、代わりに怒り綱につけた控え綱で海峡の入り口に、 投病した、この控え綱は、主怒りを止めておくためのもので、これによって、安定感が増し、レリティエは停泊していた敵艦の方向に、エルキュールの友側を回すことができた。ここは、ラミサキの南西、約2海里で、レリティエが目指すブレストにはおよそ21海里の、地点だった。勇敢なるアレグザンダーフット艦長に捧げる、1798年4月21日夜の、 マーズとエルキュールの戦い、ニコラス・ポコックス作20時45分、ジェイソンが暗闇に紛れ、フット率いるマーズは、振動を変えて待機中のエルキュールを効果的な位置から攻撃するために戦略を練ろうとした。ラドさんの気まぐれな潮の流れは、フットの缶の操作を妨げたが、その代わりにマーズを直接エルキュールに横付けして、互いに 片タ正車を行うことに決めた。21時15分、着弾距離内にいたマーズにレディティエは砲撃を開始し、フットは即座に反撃した。10分経った21時25分、マーズのマストと偽装が砲火を浴び、バウスプリットとフォアマストも損害を受け、フットが使用の流れに逆らって砲撃位置を確保し続けようとしたため、その後わずかに エルキュールの前に出て、そこで闘病した。左玄王怒りが、エルキュールの右玄の怒りと絡み合い、マーズは、エルキュールの方へ激しく揺り動かされて、衝突したため、マーズにある大砲4門の蝶つがが外れた。2隻が組み合わさってしまったため、双方の艦長は時間に相手の艦に砲撃するように命じた。双方の間があまりにも接近していたため、 感情の大砲の方針を伸ばすことができず、代わりに、缶の中から相手を砲撃する必要があった。続けざまの砲撃による激しい熱で、缶の木材が焦げ始めており、重いラウンドショットが、それぞれの缶の側面に穴を開けた時に、燃え落ちてしまった。戦闘の真中、ルキュールの側面には広範囲にわたってボロボロに穴が、開いていたため、砲門の間の厚板はズタズタになって、 艦の側面に沿って広く裂けた傷跡が残った。双方とも死傷者が多く、開戦後20分で砲弾がフットの太ももを直撃し、大体動脈を破損した。致命傷と大量出血とデフットは甲板下に運ばれ、指揮権は会議のウィリアム・バターフィールドが取った。フランスの死傷者はイギリスよりもかなり多く、この高い死傷率は、 フットの訓練された乗員たちによるものだった。死傷者がかなり出ていることを知ったレディティエは、乗員にイギリス艦、マーズに乗り込むように命じたが、最初に乗り込んだもの続こうとしたものは、マーズの乗員に撃退され、多くの死傷者を出した。交戦の初めの方で、エルキュールの照明が吹き飛んで、乗員たちの間に混乱が生じ、結果として、レディティエが乗り込みを命令した時に、 これに応じたのは40人程度だった。レリティエ自身も攻撃中に2箇所に傷を受けていた。一つは頭部をサーベルで傷つけられたもので、一つは太ももをパイクで刺されたものだった。10時30分、連続攻撃から1時間が経過して、レリティエは降伏した。エルキュールの艦隊は壊れて中が丸見えになり、五門の大砲が砲座から外され、 他の大砲は損害を受けており、5分の2以上の乗員が戦死、または負傷していた。ジェイソンが素早く近づいてきて、残りのフット艦隊の艦は、戦闘の方向の先行を目にできるほど近くの距離にいた。アレグザンダーフットの死ヘンリー・シングルトンサクレリティエは、降伏して、剣をバターフィールドに差し出し、その剣は、瀕死のフットに届けられ、フットは死ぬ前に、 それを受け入れた。22時50分、ジェイソンが到着して、スターリングがエルキュールから捕虜を下ろし、危険なラド山の水路からの大きな損害を受けた二隻戦列艦を脱出させた。戦闘直後のフランス艦の死者は正確に記録されてはいなかったが、いくつかの証言によれば四百人にも達すると言われ、その一方で百九十人というより現実に即した数字が、 存命のフランス人士官により証言された。イギリスの損失は3人の士官と19人の乗員が、戦死8人が行方不明になっていた。この8人は、フランス側の乗り込みを防ごうとして水中に投げ出され、溺死したものと思われた。イギリス側では他に60人が負傷した。幸運にも天気は穏やかで、そのため、マーズもエルキュールも嵐を避けることもなく、 エルキュールは最新の注意を払って4月27日にポーツマスに栄光され、現役で就航できるように修理された。この修理は総額12,500万ポンドかかったが、フランス軍艦エルキュールは最終的にイギリス軍艦ヘルクールとして収益し、1810年まで現役だった。歴史家のロバート・ガーディナーは、この回線について、 同等の力と大きさの二隻の戦列艦だけによる古典的戦闘で他の艦など外部から干渉を受けなかったのは珍しいと述べ、エドワード・ペラム・ブレントンは1823年に二隻の戦列艦の出会いは滅多にない事態であり、この時の決断がうまくいったのはイギリス海軍の歴史に添える輝かしい名誉であると言っている。ブレントンによれば、 名誉たり得るのは他に3つの海軍士の事件だと言っている。相対的な大きさと強さの軍艦同士による腕試しは、これが交渉部であったことを物語っている。それぞれの片源の重さは、マーズが984ポンド、エルキュールは985ポンドだった。エルキュールは1876トンで、マーズより34トンを重いだけである。また、 エルキュールの定員未満の乗員数は、マーズの乗員より46人も多かった。1797年は、スピットヘッドの反乱があったが、フットは一時的に艦長を辞任していたが、乗員たちはそのまま現役だった。また2隻とも新しい艦で、エルキュールは、諸女航海の1日目で、マーズは、フランス革命戦争の初期に作られ、マーズ級戦列艦の名前のもととなった。 ようやくすると、歴史家のウィリアム・ジェームズが示すように、フットの上院たちが経験豊富であったこと、そして近くに他の複数のイギリス官がいたことが、マーズにわずかに理した。しかしジェームズはこうも言う、マーズとエルキュールの海戦は、それそのものの式が、双方の戦闘部隊に名誉が等しく分け与えられる、ことを表している一部のイギリスの司書には、 レリティエが戦闘後に負傷が元で亡くなったと書かれているが、これは正しくない。捕虜交換の後の帰国で、レリティエは敗戦のため軍法会議にかけられたが、無罪放免されて、海軍大臣のエティエンヌ・ユスター・シュブリュイから抵抗の労をねぎらう、賞賛の手紙をもらっている。イギリスでは、バターフィールドがコマンダーに昇進し、ふと足を賞賛され、 ブリットポートは公式文書の中で、フット艦長の著名な武勇の輝ける光に、私の手柄などを付け加えられないと書いている。フットの遺体はイギリスへ戻り、サマセットのバトリーの自宅の近くに埋葬され、その上に遺族によって記念碑が建てられた。海流に原則を向けて係流するための綱。2013年現在で1057,800ポンド。 ブレントンはこれ以外に、1760年8月13日の海戦、1782年4月21日の海戦、熟練の会議が小型艦の指揮を取ること、ありがとうございます。